はい、じゃあ今日はね、催眠術カフェに美人三姉妹が遊びに来てくれましたよ。何番目がね、かかりやすいのか実験検証してみましたよ。1の三姉妹のチャンネルにも楽しい催眠術の動画ありますんで、ぜひ見に行ってあげてください。はい、今日は催眠術カフェチャンネルに1の三姉妹に来ていただきました。こんにちは。よろしくお願いします。お願いします。こんにちは、1の三姉妹です。1の三姉妹とは三姉妹でやってるチャンネルで、まあ三姉妹なのに仲いいなって思っていただける感じで見ていただけたら嬉しいなと思っております。でいいですか？はい、YouTube もやってるんですよね。はい、 YouTube やってて。あと何やってるんでしたっけ？エステを。え、あ、TikTok とインスタグラムもやってます。じゃあそっちもリンク貼っときますんで、はい、そっちがね、みんなうちのファンの方も行けるようにね、しておいてもらって、はい、お願いします。はい、じゃあ3人ちょっと名前だけちょっと行きましょうか。はい、アリナです。アスカです。アオイです。よろしくお願いします。まあ、そっきのソジュアルのチャンネルでさっきもね、少しやったんで、はい、まあ、どのぐらいに、さらにどんな感じまでいけるかもね。はい、楽しみ。まあ、でも最終的に3人とも結構な感じでいけてますもんね。はい、なんかね、どんな感じ。ちょっとじゃあ、瞬間催眠ってあるんで、それ、いいですか？はい、首とか痛くないですよね、みんな。はい、痛くない。じゃあちょっとこっち見てもらって、一瞬で落ちます。じゃあ気持ちいいし、絶対落とした。スーッと引っ掛けてもらってみます。最後に行きます。よしでしょ、これ。なんだこれ。なんかもう、わからん、自分でも。ただ、もう熱を真っ白に、リセットするみたいな。そう、気持ちいいですよ。スーッと帰ります。はい、いつかだと思う。そうすると、捕まえます。気持ちいい。なんか、何があったかわからないんで、ちょっと、なんか、わからないだろう。楽しみ。いきますよ。はい、スーッと帰る。見つかると思ってますよ。ちょっと見つかっていきます。いないからここにいないもん。みんななんか素敵な顔してるんで、ちょっとせっかくなんで催眠かかってる素敵な顔撮ってもいいですか？催眠かかってる素敵な顔。それちょっと待って。あ、そういうことですね。いいですか？はい、はい、もう一回チャレンジします。スーッと帰る。見つかないと戻ってきますよ。一つ立ちます。はい、持ってきます。気持ちいいでしょ？はい。不思議な感じですよね。ふわっとする。行きましょうか。どうしてもいいですか？はい、行きます。スーッと帰る。帰る。どうするか。めちゃくちゃ気持ちいいです。疲れて回ってきますよ。もう一つ、下がってきます。深く深いとこ行ってましたよね。はい。もう目を見た瞬間に行ってしまいそう。そういうのも行けるから。うん。行きましょうか。目を見て落とすやつもあります。目を見て落とすやつもあるって。なんかもう目を合わせた瞬間、頭が重たい。昔の漫画とかでもあるじゃないですか。目からこう光線出る。ああ、はいはいはい。実際できる。へえー。かっこいい。かっこいい。すごくない？確かに。どうした？なんかこっちの音やない。こちらの音。この落ちた時に支えるんだね。そして、ちゃんとチョキ落ち。いつかずっと戻ってきますよ。もう一つ、3つ目もできます。
行っちゃってたよ。怖かったよ。怖な世界。なんか目を合わせちゃいけない気がする。すごいね。しっかりそう。しましょうか、お兄ちゃん。はい、最後の一瞬で近く。めちゃくちゃ気持ちいい。かわいい。幸せそうな感じ。疲れても行きますよ。行きます、行きます。あ、おかえり。行っちゃってたね。行っちゃってたね。本当。おかえり。おかえり。最高です。これ行けるか試しに行ってみましょうか。はい。じゃあスーとかとか。いつ数えても言ってた後に私もフリーズと言います。そうするとあなたの時間が止まります。ゴーで動き出します。止まってる間に記憶はありません。フリーズで時間が止まってゴーで動き出します。止まってる間に記憶はありません。不思議ですけど必ず。2つ目、3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 つ目
ちょっと違う瞬間さえ見えてみて
この気持ちでしっかり支えますね。ここ見てどうなんですか。指を見るとスーッと見つかると思ってきた後に私が人形を見せた。そうするとなぜか人形と見たらリンクしてますよ。人形と同じ動きになっちゃって不思議ですけど、必ず一つ集めてチャレンジします。よいしょ、ここにね不思議な人形あるんですよ。ちょっとこれ見てスーッと手が上がっちゃう。スーッと上がっちゃう。これは大丈夫。大丈夫。やりたくなかったんだ。あ、自分がね、やりたくなかったってことか。そうですね。一番かかりやすい。面白い。一番かかりやすい。やでさ、あれってコテって寝ちゃうのかな。で、ちょっと白目になっても大丈夫ですか。大丈夫。無理にしちゃってもいいですね。はい、はい、じゃあこのまま見て、このまま白目のまま落ちちゃいましょう。スーッとしよう。白目なんですね。上品な感じね。いつ数えても終わってもなぜか大丈夫です。いつ数えても終わってもなぜか温泉入ってますよ。惜しいですけど、みんな温泉来てますよ。すごい気持ちいい、すごい気持ちいいです。2つ3つ目もできます。気持ちいいね。あったかい。あったかいですよね。これこう、温泉入ってるわ。これ大丈夫なんですか。服着てない。服は着てる。服は着てる。着てるんです。着たまま入ってるんですね。温泉は好きで、脱ぐのは今でも温泉もね、私からすると催眠なんじゃないかなと思ってるのは、はい、まあ今みたいにね、温泉入ってると気持ちいいじゃないですか。で、必ず紅葉が書いてるでしょ。あれを読むから、催眠状態であれを読むから、それが現象として、ね、確かに現れるんじゃないかなっていうふうに思うんですよ。確かにね。ちょっとじゃあ、連続してちょっと深いところどこまでいけるか、ちょっとやってみます。うんうん、助けるよね、はい、うん、ちょっとなんか会いたい芸能人とか、なんか会いたい YouTuber とかなんかいないですか。一緒に仕事してみたいとか。はい、います。います。誰ですか。はい、キングコングの西野くん。西野くんね、はい、面白いですよね。はい、頑張ってますね。はい、ちょっとこれ見てみましょう。すーん、3つ数えてもらってくると西野さん来てくれてますよ。惜しいですけど、渋谷なんで、下の、ね、事務所なんで、ちょうどうちの常連でも来てくれていますよ。惜しいですけど、西野さん来てますよ。惜しいですけど、必ず1つ3つ持ってきます。こんにちは、西野です。西野くんじゃない。そこまでいかない。そこまでいかないですね。でも全然戻ってこれんかった。ふわんふわんしたと思う。ちょっと目がなんか目が定まらなかった感じですね。じゃあ、じゃあその目が開いたまま落ちちゃうやつちょっとやってみましょう。目開いたまま催眠状態。はい、私の目見て、目開いたままそのまま落ちちゃうんですよ。この角度めっちゃ怖い。まつげがもう人形みたいな。怖い。落ちてました。落ちてました。はい、目を見てたら終わってた。怖っ。落ちれるのすごいな。顔が怖いの。顔が怖い。目見て入った方がなんか入るみたいな。こうやってスーッとする。いつかだと思ってくると西野君が変わってきてますよ。西野君が変わってきてますよ。パッと雰囲気してきますよ。西野君が来てますよ。いつかすると完全に西野君になってますよ。一つずつ変わってきます。こんにちは。こんにちは。西野君です。西野君じゃない。愛が強すぎる。
スは得られますよ。3つ数えてもらうというと、なぜか初めて見た男性のことが大好きになってきますよ。すごいタイプな感じがしてきますよ。惜しいですけど、必ず1つ、2つ、はい、届いてきます。いきます。ちょっと見てみます。こんにちは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 。握手してもらっていいですか。いきますよ。もらう嬉しい。お話しなし。握手しちゃったんです。いいですか。いやだ。いやだ。いやだ。自分の手開いてますけど。恥ずかしくて見れへん。ねえ、見れへん。ねえ。すごい。今日で喧嘩しないでくださいね。一つしかないんで、ね。争わないで。恥ずかしいね。届きたくないですけどね。催眠、三つ数えると催眠取れます。一つ、三つ、はい、解読で解けました。あ、見てみよう。ああ、普通や。別に自分や。うちさんやった。結構ね、私、結構得意技があって、もう今、ちょっと催眠かけてやったじゃないですか。でもね、握手しただけで、相手がね、私のこと大好きになっちゃう。できる。握手した瞬間って実はね、めちゃくちゃ催眠かかりやすいんですよ。まあ、これ使ってね、ちょっと握手してもらっていいですか。はい、そう、でも簡単に人のこと好きになったりするタイプじゃないですよね。じゃないです。ちょっと握手してもらっていいですか。いきますよ。嬉しい、楽しい、幸せ、お話せないですよ。すごい幸せになってきます。両手だと倍きますよ。幸せが倍きます。ものすごいやばいです。シャッターマンさんとすごい幸せがきます。すごい幸せ。嬉しがっとる。にやけとる。あんで見たくない。女の代わりだった。せっかくあったんで、この後とかお茶とか行きます。いや恥ずかしいです。奥さんですね。兄弟置いて、私と2人で食事行きません。4人でだろ。4人。恥ずかしい。行きたくないけど、大変解決。でもすごい幸せな感じ。こういうのがなんかいいホルモンとかね、そういうのも恋しとる感じ。そうですね、アンチエイジングとかね、すごく。不思議なんだけど。ダッチカード。ダッチカード。うん。かわいい。5枚ずつちょっと同じの持ってみて。いいですか。はいはい。はい、私にこう見せないようにこうしてもらうんですけど、切ったりねしてもいいんですけどね。で、私が先にここに出すんで、お姉ちゃんがこう横に出してて、うんうん、はい。で、何枚合うかで。私たちの相性が分かるっていう、そういう、はい、やーだ、はい、カードやーだ、やーだ。はい、じゃあ、先に出しますよね。なんか合わ、結婚されてるからね、合わないような感じで出してもらう。あ、わかりました。合わないような感じで出したらすごい。ちょっとリハーサルで一緒の人でめくってみましょうか、ね。うん、後から出したんだろうね。はい、せーの。合わないようにしてください。私もなんか、ね、せっかくの幸せを、ね、こう邪魔しても嫌なんで。合わないよね、合わないよね。合わないよね。ちょっと読んじゃった。子供さんとかも見ると思うんで。はいはい。合わないよね。よくない、よくない。よくない。合わないようにしてます？はい。本当に合わないようにしてますよ。はいはい。幸せな気がするけどね。ええ。いやだから合わないように。合わない。すごい。なんで。絶対合わないやつやってください。絶対合わないやつ。
ダメよ。もう何しろ私はいいですけど。私はいいですけど、旦那さんとかね。でも先やもんね。先だからね。あれだから透け取った。これで、ね、絶対合わないやつ、ね。絶対合わないやつにしてます。はい、してます。これね。絶対合わない。楽しいな。相性だね。一番上からこの上に出していって、まあ、最終的に何枚あるかで私たちの相性が、はい、3枚ぐらいだったら友達としてすごい相性があるので、まあ、これからもちょっとまた来てもらったりとかね、いろいろやったり、5枚あったらもう運命の人って言われてるんで、もうまずないですよ。でもやってみますよ、はい、うわっ、うわっ、ノートあるんで、これ本当に選ぶべき、この人生で選ぶべきパートナーの仕事が分かるノートなんですけど、めちゃめちゃ気になります。気になります。これで、まあ、いろんなね、こんな50種類全部違います、うん、これを指でパラパラってやって、ここって思ったところをパッて当てて、その職業が本当はあなたのパートナーふさわしい、私のパートナーですね、ふさわしかった仕事、はい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 、今のパートナーをこの仕事にしてもいいし、うん、改めてこの人、あ、乗り換えてます、ね、で、ここっていうところで、はい、開けていいですか、はい、運命ですね、催眠術、乗り換えようかな。またぜひちょっと遠いかもしれない、こっち来た時でもちょっと寄ってもらったらまた、はいはい、また来たいです、はい、はい、じゃあ今日はありがとうございました、ありがとうございました。